ホンダ CB、ホンダドリーム CB5004 ドリーム CB5004 は、かつてホンダ技研工業が製造、販売していたオートバイである。本校では、後継車種で、排気量を増大させたドリーム c b 5 5 4についても解説を行う。1969年8月に CB シリーズのフラグシップモデル的存在として4気筒エンジンを搭載する。 ドリーム CB754 0が発売されたが、同モデルは当時のオートバイとしては最大級の排気量で、車体も非常に大きく、当時の標準的日本人では扱いにくい一面も存在した。このため、大型クラスとは思えない取り扱いやすさをコンセプトに CB4 気筒シリーズ第2弾として開発、製造、販売されたのが本モデルである。 CB5004 マフラーは、非オリジナル1971年3月2日発表、同年4月1日発売。日本国内のみならず、海外へも輸出販売された。空冷4ストロークにバルブサイチェー4気筒エンジンを搭載し、4本出しマフラー、前輪ディスクブレーキを装備する点は、CB7504 と同様であるが、ダブルクレードルフレーム並びに、 車体も寸法も一回り小型である。搭載される CB500FE 型エンジンは、内径 X 工程を5 6 0 x 5 0 6に、圧縮比を9.02、設定、排気量 498cc から、最高出力 48PS、9000rpm、最大トルク 4.1kgfm、7.500rpm のスペックをマーク。変速機は、 左足同式5段マニュアルトランスミッションを搭載する。オートバイとしては日本で初めてパッシングスイッチを装備したほか、発売と同時に施行された新型車への騒音規制に対応させるためマフラーの消音対策を強化した。1973年にリフレクター、微糖の大型化並びにカラーリングを追加するマイナーチェンジを実施したが、1974年に 後実するドリーム CB550 フォーへモデルチェンジされ生産中止となった。CB550 フォー1974年2月14日発表同日発売。日本国内のみならず海外へも輸出販売された。前述したドリーム CB500 フォーのエンジン排気量をアップさせたモデルチェンジ車であり以下は主な変更点である。 主に安全面を強化する対策が施された。1975年10月にカラーリングを変更するマイナーチェンジを実施。また本モデルには以下の派生モデルが存在する。CB550 フ2 1975年6月24日発表、同日発売の追加車種。 最大の相違点はマフラーが c b 4 0 4や c b 7 5 4 2と同様に4にイン1の集合感を採用した点であるが、以下の改良も実施された。c b 5 5 4系マフラーは、非オリジナル1977年4月21日発表、同月22日発売。事実上のマイナーチェンジモデルで以下の変更を実施。 本モデルは1979年に CB650 へモデルチェンジされ生産中止となった。CB5004、CB5504 どもに都道府県警察向けに仕様を一部変更した白米の納入実績がある。なお、CB5504 の1976年以降、納入者は CB550FP の名称で特化した仕様とされたほか、 1982年に公開された日本映画オンザロードでは主人公の警官が乗務する劇中者として登場する。ありがとうございます。